ナコちゃん、この前は本当にありがとね。はい、借りてた3万円返すよ。はは、は、急がなくてもよかったのに。いや、今返さないとすぐになくなっちまうからさ。ちょっと、カナタ君、ナコちゃんからお金を借りてたの。なんだよお前、いたのかよ。何、金を借りたら悪いの？常識で考えてよ、バカなの。私たち夫婦だよね。まずは私に相談するのが当たり前でしょ。ナコちゃんは別の家の人間なんだよ。なんだよその冷たい言い方。ナコちゃんはお前の妹だろ。家族じゃん。俺にとっても大切な幼馴染だし、そもそもお前さ、俺が金に困ってもいつも全然工面してくれないじゃんか。それで何が夫婦だよ、相談だよ。そんなことないでしょ。何度も貸したり貯金を崩したりしてるでしょ。あーん、嘘つくなよ。そんなの数回だけだろ。特に最近はほとんどがクソみたいな嫌味を垂れておしまいじゃん。1円も出しやがらねえ。自分はすぐに好きなものを買うくせにさ、電気だって水だっていっつも無駄遣いしやがって。お姫様かよ。自分だけだよな。お前どうせ俺のことなんて家計のお荷物としか思ってないんだろ。男のくせにって見下してるんだろ。はあ、何を言ってるの。私が悪いみたいな言い方して意味わかんない。見下したことなんて一度もないじゃん。まあまあ、お姉ちゃんもかなたくんも落ち着いてよ。私は全然気にしてないし、かなたくんのことを信用してるし、困ったらまた言ってきてよ。ありがとな、ナコちゃん、マジで天使だよ。姉妹なのに、なんでこんなに違うんだろうな。ああ、こんな意地悪ババアじゃなくて、ナコちゃんと結婚すればよかったな。やだ、かなたくん、私、純情だから本気にしちゃうよ。いやいや、マジだって。俺、ナコちゃんのこと、昔から普通に好きだったし。もう、いつもそうやってからかうんだから。ほら、お姉ちゃんが怒ってるよ。お姉ちゃん、怒ると真っ赤になって殴りかかってくるからね。知ってる知ってる。だから子供なんて怖くて作れやしねえよ。子供な殺されちまうからな。ははは、かなたくん、言い過ぎ。それじゃあ、私、そろそろ帰るよ。またね。そうか、それじゃあ駅まで送っていくよ。本当、ありがとう。めっちゃ嬉しい。ああ、こんな家、できるだけ痛くねえしな。行こうぜ。おしゃべりしながら一緒に歩いていこうね。ガチャン。ババリアまで。